長野県で大雨警報です。では発表された地域確認していきましょう。長野県の川上村、南牧村に大雨警報が発表されました。川上村、南牧村です。6時20分までの皆様からいただいている報告と、そしてレーダーを重ねた状態となっています。川上村、南牧村、この山梨県あたりと、県境あたりとなっているんですけれど、こちらでの大雨警報となっています。このようにところどころで活発な雨雲が広がっている状況です。この後もざっと強まる雨などには十分にご注意ください。以上、気象速報をお伝えしました。